この動画が良かったら高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回は世にジェットストリーム多機能ペンのリフィルの交換方法を紹介していきたいと思います。まず、中間から、外していってください。そして、ノック棒を押さえて、芯の方を引っ張って抜いていきます。こちら押さえていないと、ノック棒を押さえていないと中のバネがずれて破損させる可能性があるので、必ずノック棒を押さえてペンを抜いてみてください。今回こちら、交換したばっかりなので、そのまままた取り付けていきます。取り付けるときは、穴の見ながら差し込んでいくだけで奥までぐっと差し込んでください。力を入れて刺さらないように気をつけてぐっと差し込んで、この先の長さが揃っていれば大丈夫です。もし、先が長さがこうずれているようでしたら、ノック棒にきれいに刺さっていません。その時はもう一度力を入れてぐっと押し込んで、先が揃っているかを確認してみてください。あとはこの軸に戻していきます。多機能ペンはだいたい交換方法は同じなので、このペンではない、他のペンでも同じような感じでできますので、ぜひやってみてください。今回は、多機能ペンのリフィルの交換方法でした。最後までご視聴ありがとうございました。